おじゃったもんせ。桜島国際火山砂防センターへお越しいただきありがとうございます。おいどんはみんながご存知西郷隆盛、通称セゴドンでごわす。こいからおいどんが皆さんのためにここ桜島についてご案内いたします。桜島が活火山であることは皆さん知っておられますな。以前今の錦江湾には姶良火山という大きな火山があったと考えられております。およそ2万9000年前、この姶良火山は大噴火した後に陥没し、現在の錦江湾ができ、その後およそ2万6000年前からの火山活動で湾内に桜島が成長を始め、現在に至るというわけでごわす。姶良火山の噴火によって周辺にはおびただしい量の噴出物が降り積もりました。その量200立方キロメートルと言われておりますが、そのすべてを鹿児島市だけに集めたとすると、その高さは365メートルにも及ぶというとてつもない高さになるのでごわす。この大量の火山噴出物が熱と圧力で押し固められたのがシラスでごわす。このシラス、何せ崩れやすい。鹿児島県がしばしば土砂災害に襲われているのもこのシラスの土壌が大きく影響しているのでごわす。もちろんここ桜島でも土砂災害は頻繁に起きていました。20世紀国内最大の噴火といわれる大正噴火など、幾度も噴火を繰り返してきたことで、昭和の時代には桜島の暮らしをたびたび土石流が脅かしてきたのでごわす。繰り返された桜島の噴火で山頂付近は噴出された岩石や火山灰で覆われ、草木も生えず、わずかの雨で土石流が発生してしまったのでごわす。そんなことから始まったのが砂防でごわす。砂防は災害の多い日本で独自に発展した技術で、噴火の多い桜島では高度な技術が求められ、予算も大きくなることから、現在国土交通省大隅河川国道事務所、すなわち日本の国が中心となってこの砂防事業を進めておるのです。まず桜島で取り組んだのが土石流の監視。今では多くの人に知られることになった土石流でごわすが、昭和の後期まではその実態はつかめていなかったのでごわす。直轄砂防事業で設置した多数のカメラでようやく捉えることに成功した土石流の姿がこれでごわす。この恐ろしい土石流の被害を防ぐためにさまざまな検討を行い、山頂から海岸までの距離が短く、かつ山頂付近での工事が困難な桜島では、川の中流域に下流域に流れ出す土石流の量を調整するための施設を作り、下流域では土石流の流れる道筋を確保し安全に海に流すという考え方に至ったのでごわす。そしてこの計画に基づき、桜島島内の主な河川で土石流を食い止める砂防堰堤、中流域で土砂を溜め込むための遊佐地などの施設整備を進めたのでごわす。頻繁に噴火を繰り返す桜島では、
安全に工事を進めるためにも様々な工夫が必要でごわす。ヘルメットの着用はもちろんのこと、仮設避難壕の設置やガス検知器の携行を義務化しているほか、リスクの高い現場では安全な場所から遠隔で工事用重機を操作し工事を行う無人化施工も採用しているのでごわす。さらに土石流発生をいち早く捉えることで下流に危険を知らせ避難につなげてもらうため、それぞれの川の上流の砂防堰堤にはワイヤーセンサーが設置されており、これが土石流によって切断されると土石流発生の情報がここ桜島国際火山砂防センターに送られ、即時に下流で工事を行っている人たちに警報が送られる仕組みになっているのでごわす。その他島内に設置された監視カメラなど様々な観測機器のデータは鹿児島県庁や鹿児島市といった行政機関、京都大学火山観測所などの研究機関に即時共有される体制も取られております。国による砂防事業が行われてからというもの、桜島では土石流が発生しても被害が出ることはなくなってきました。こういった効果を維持するためにも施設にたまった土石を取り除く工事も頻繁に行われとるのでごわす。そのおかげで噴煙を吹き上げる桜島の勇壮な景観をたくさんの人に楽しんでもらえるわけでごわす。しかし桜島の噴火は収まったわけではない。2006年から昭和火口からの噴火が活発になり、最近の大噴火である1914年大正噴火から100年以上が経過したこともあり、大規模な噴火が起きるのではないかと心配されているのでごわす。大隅河川国道事務所もいつかは起こるであろう大規模な噴火に備えて様々な準備をしているのでごわす。まずやっておりますのが、航空機測量を毎年実施して度重なる噴火による地形の変化を正確に捉えております。なんでそんなことするのかって、それは地形が変われば土石流の流れ出す方向なども変わってきますからな。平成18年から続く昭和火口からの噴火で火口周辺の地形もご覧のように大きく変わっているのでごわす。さらに過去の噴火実績などのデータを生かして桜島火山ハザードマップの作成の支援や、想定していた火口の位置とは異なる場所から噴火した場合、直ちに被害が及ぶ範囲を予測するリアルタイムハザードマップなどの準備を進めておるわけでごわす。さて、いろいろとご紹介しましたが、やはり煙を吹き上げる桜島の姿はおいどんのふるさとの景色として変えがたいものの一つであることに違いありません。さあさあ、皆さんもこのセンターで桜島や活火山と共に生きるための技術、砂防についての知識を深め、火山と共に暮らしていくためにどうしたらよいのかを考えてもらうきっかけとしてもらえれば大変嬉しく思うのでごわす。それでは館内の展示をゆっくりとお楽しみください。